ちぇ、なんでガイのやつばっか女の子にモテるんだ。赤、東京武術クラブ、日高白徳くん。白、東京武術クラブ、風紀大くん。138勝、139敗。今度は俺っちの勝つもんだぜ、ガイ。とにかく、全力を出し切って戦おう、白徳。はじめ！しかもこの2人は小学校1年生の時から同級生という因縁浅からぬ間柄です。シュラートのやつ、相変わらず攻撃することしか考えていない。初めて剣法を習いに行った時からそうだった。やったシュラート、攻撃と防御ができて初めて一人前なのだぞ。でも先生、初めに攻撃して倒してしまえば守る必要なんてないじゃない。それはそうじゃが、シュラートらしい考えじゃな、なあかい。付き合い。どうしてお前はいつもそんなに冷静でいられるんだ。おい、何食ってく。そうだよ。ああ、殴りよ。この待ちやがれ。待て待て。どけどけ。ガイ。先生がよく言ってたな、俺とガイを合わせて2で割ったらちょうどいいって。だがこの試合負けるわけにはいかない。ガイ、まずはヘビ。次はサル。カマキリ。それよ、クマ、トラ。これで消えた。タカこの勝負、終わった。ビシヌ様、インドル、八部衆が揃いました。レイ、頼むぞ。なんかするな。王子様は女神様のキスで目覚めました。えしてみたかったから。してみたかったから。ああ、大事な青春の1ページが。俺はな、ファーストキスはアキナが何のに決めてたんだ。ああ、それを、それを俺の青春だ。いいか、かわゆいから。君のお名前は。俺か、
日高シュラト。シュラト？見かけない顔ね。なんだこの格好。どこなんだここは。そうだ、俺ガイドしやよう。ガイガガイ。あれはラクシュって言ってたな。ここはどこなんだ。どこって君記憶喪失なの。ここはどこなんだ。天空界に決まってるでしょね。ミーブペタパパ。天空界？なんだよそれ。まさか宇宙だなんて言うんじゃないだろうな。お前宇宙人だなんて。宇宙じゃなくて天空界よ。なんだこれ。まさかそれ。お前なんか知ってんのか。ヤシャオ。ヤシャオ。ガイ！ガイ！ガイ！どうしたってんだよ。大体その格好なんなんだよ。そうか、これ夢だ。夢なのよ。夢じゃないみたい。ガイ、つまんない冗談はやめろ。お前の冗談つまんねえぞ。バカ。ラクシュ、自分だけ借金をつけちゃってずるいよ。この借金をつけるとものすごい力が発揮できんの。汚いわよ君は。ラクシュ、大丈夫か。うん。ガイ、てめえ。わっ。一体どうしちまったんだよガイ。なんでこんなことすんだよ。なあガイ。シュラト。ガイ、正気に戻ったか。死ね。お、うわ。シュラト。ガイ、どうしまったんだよ、一体。ガイ、お前。まだまだ。どうした、シュラト。大丈夫、かすり傷だ。バカ、これがかすり傷か。シュラト、医者に行こう。これ大丈夫だって。万一ということがある。それにお前にもしものことがあったら、僕は生涯のライバルを失うことになってしまう。この借りはでかいな。大盛りラーメンに餃子を出さなきゃどうだ。胃薬でも用意しとくか。一体あの優しいガイは、あの優しいガイはどうしちまったんだよ。どう
修羅王シュラト。修羅王？こらどうなってんだ。危ない。あなんだシュラト、シャッティをつけると力がぐんと大きくなるの。パワービンビンなわけね。うわシュラト。いやー、やられたかと思ったぜ。あかい、なんで俺たち親友として戦わなきゃいけねえんだ。シュラト、お前を殺す。どうしようとめない。くそガイガイ、しっかりしろ。大丈夫か。もう大丈夫だガイ、俺と一緒に帰ろう。今度は俺がお前を連れて帰る番だ。さあ、俺と帰るんだ。オンバザラタマクカンヤシャハーン。一緒に帰ろう、ガイ。帰るんだ、ガイ。チップ、魔老剣。やった、ガイ。シュラトー、とどめだ。なんだ。オンカルラソワカ。カルラ王レイガ。カルラ王レイガ。ビシュヌ様の命により二人を迎えに来た。俺たちを迎えに。ほらば、まだ元気じゃない。そっちの坊やも一緒に来るんだ。引き分けのない子は嫌いだよ。シュラトを殺す。邪魔か。愚か者め、直松三門だ。マカカルラソワカ、カルラ晴れ吹雪。たくもう世話の焼ける奴らだこと。シュラ王、シュラト、これはお前の定めなのだ。がっかい。シュラト、生かしてはおかぬ。面白くなりそう。こら、おろせ、おろせってば。おろしやがれ。こんな奴は八部衆の一人だった。まったくお下劣な男だと。いやー、おろせ。俺は何とこへ戻るんだよ。おろしやがれ。こんなに降りたきゃご勝手に。うわー。